西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナー、連休第2弾であります。これはですね、三毛猫みちさん、お久しぶりですね。男性30代新潟県、最近書店に行ったものですが、田中角栄氏に関する本がやたら目立ちます。石原慎太郎氏長の天才はじめベストラインになっているものも多数あるようです。なぜ今田中角栄なのか。この方新潟県なんですね。それは現状に対する閉塞感や失望感から来るからではないでしょうか。かつて自民民主党が地滑り的な対象をしていた政権交代したのも国民の現状打破したいという気持ちの表れだと思います。自民党から共産党まで全ての既存政党の既成政党の今の政治政治家に求められているのは、田中角栄氏のように夢と希望を国民に与えると、コンピューター的ブルドーザーと言われるのは抜群の行動力だと思いますが、西田先生どう思われますか。まあ、まさにあの三毛猫みちさんのおっしゃるところは、成果を得ていると思いますね。閉塞感打破するために田中角栄というようなですね、コンピューター的ブルドーザーが欲しいんでしょうね。しかしもう片方でですね、私はちょっとあの意外だったのは、石原慎太郎さん、かつて青嵐会という形で、党改革を掲げられた若手政治家の代表だったんですけれども、それがまさに田中支配、これを打破しろということだったんですよね。でその方が、最後ですね、晩年に今度は、田中角栄を天才だと言うというのはですね、まあ、私もちょっと 2、3 ページしか読んでないんでどういうことが書いてあるのかよく分かりませんけれども、まあ、大きな心境の変化があったんだろうと思うんです。でそこで、まあ、それはそれとしてですね、私が今思うのは、まあ、田中角栄さんももちろん大事なんですけれども、もう少し深いところを考えるべきじゃないかなと思ってます。角栄さんのようにですよ、列島を改造してもっと言えば今私が言ってるような国土強靭化を含めですね、このデフレ脱却のためには公共事業をたくさんやっていこう、これももちろん賛成なんです。だからそういう意味では田中角栄さんの言っていたのことも今やるべきだと私は思ってますけれども、本当のやらなきゃならないのはですね、もっと言えば戦後そのものからの脱出じゃないんですかね。デフレからの脱却ということも大事なんですけれども、戦後からの脱出なんですよ。で田中角栄はあの方はですね、まあ、アメリカ、からこの情報によってですね、この権力の座から引きずり下ろされたんですね。司法取引で片っぽには罰を与えないで、いくらでも、証言しろと。でその証言をもとにですね、証拠採用してやるというですね、まあ、変則裁判というか、かなり、まあ、法律の仕組みとしておかしな裁判でやったんです。でその原因というのが、片っぽで日中国交回復を田中角栄がして、で日本がですね、アメリカ の、上を飛び越えてですね、この日中関係をですね築いていこうとしたと。でそういう、まあ、姿勢に対してアメリカからこの懲らしめがのために田中角栄が、このああいう形のロッキード事件が引き合いに出されてきたんだということはよく言われていますけれども、まあ、真実はよく分かりませんけれども、まあ、いずれにしましても田中角栄という政治家がですね、戦後の、アメリカ支配から違うところを考えていた節はあったんではないかと思いますね。しかし、まあ、それがうまくいかなかったわけですね。で結局我々が今考えていかなきゃならないのは、だとしたらアメリカを怒らさなずにどうやって自分たちの、この安全保障政策なんかがですね充実できるか、まあ、今安倍内閣が目指しているのはどちらかというとそういう形だと思いますね。でこれは現実路線としては、アメリカというのをですねきっちり、つかみながらやっていくというのは私は正しいと思います。しかしもう片方でですね、安倍総理なんかはそういうことも含め全部考えてされていると思うんですけれども、いわゆる国民の中で、また我々一般の政治家も含めてですね、まあ、その形がつまりアメリカとの日米同盟が全てで、まあ、あとは何も考えないというのはですね、やっぱりこれはちょっとおかしな話になるんですよね。だから日本はアメリカとも大事だけれども、アメリカがあろうがなかろうが、とにかく何としても日本の国はですね、これから先未来永劫必ず生き残っていけるような、そういうことを考えなきゃならないし、そういう、とんでもない危機が起こることも想定したですね、さまざまな、まあ、少なくとも思想や思考が必要だと思いますね。ですから、田中角栄このブームというのはですね、閉塞感というのは確かにその通りだと思うんですけれども、もっと根源的なですね、戦後の日本というのが
実は、アメリカに占領された後の占領体制の延長線上にしかまだ日本はいないんじゃないかと、そこのところを本当は突き破っていくだけのですね、思考と思想が必要だと、そして行動がそれに伴ってこなければならない、まあ、そのことを、私は大事だと考えているということであります。この先週と今週、1回で撮ってますが、今回お便りいただいたのはですね、ヘムヘムさん2通、電気屋さん、塾講師 A さん、ダイモンさん、専業主婦さんが3通、エビチューファミリーさん、マイケルさん、トロッコさん3通、永田町のアルパカさん、ガンボさん、40代おじさん、田中一郎さんが6通、三毛猫3つさん、以上23通プラスいつものウッキーさんからのお便りがございました。どうもありがとうございました。